曲は両方タイプ、それではロッキングチェア、要はユリースだね。昔はこのロッキングチェアがあるだけでお金持ちだったの。でその椅子の動きっていうのはちょっといやらしい動きをして、セクシーな動きをして、それを例えている曲です。カオラのナンバーからお届けしましょう。ではノーホーパイパイ。作りました。とっても軽快でテンポのいい感じでお届けしましょう。
Thank you.
Joseph.